おはようございます、シュータです、今日はですね YouTube にコメントがあったんですよ。その質問に対しての答えをしたいと思ってここで撮ってます。その、まあ、前に、なんだこの2019年に入ってから確かその、現役を続けるためには何が必要なのかということについて、まあ、動画を撮ったんですよ。そのことに対してのコメントだったんですけど、まあ、顔が崩れてるぞ、そろそろやめとけってみたいな感じで心配してくれてる人がいたんですよ。でそれに対して自分は、まあそれね、この怪我自体は嫌ですけど、もう崩れてるとかそういう感じは嫌ですけど、まあ、それ以上にメリットがあるからやってるんですよということを返したんです。そしたらそのメリットを教えて くださいということだったので、その質問に対しての答えというか感じですね。で、まあ、そもそもが、この顔が崩れてるっていうところは、視聴者さん、その方が、その方がどういう風な感じ、どこの部分を言ってるのか分かんないですけど、多分ここの左側だと思うんですよ。自分はいつもそういう風に解釈しちゃってるんですけど、この左目っていうか左目周辺ですね、この時の怪我のことなんですけど、まあ、簡単に説明すると、5年前に森井くんと、まあ、試合をした時があって、その森井くんに5ラウンドでね、バック肘をもらってやられたという感じがあるんですよ。で、その時に、まあ、もう試合の動画見てくれれば分かるんです。YouTube に上がってます。俊太VS 森みたいな感じで自分が上げてるんで、それを見てくれれば分かるんですけど、そのやられた瞬間で自分立ってるんですよ。その時にも顔ずれてます。こことここの胸骨骨折、まあ胸骨が骨折して頬骨って書いて胸骨読むみたいですね、ここ2箇所折れてて、こっちもちょっとずれてるの感じなのかな、そういうような感じになってるんですよ。あ、そのね、骸骨の写真があるんで、レントゲン撮った写真があると、ここにじゃあ載せておきますけど、まあそんな感じになって、結構でっかい怪我だったんですよ。そこから1年間ね、試合ができなかったんですよ。で、まあそういうような感じがありながら、結構でっかい怪我だったんですけれども、その中で手術がまあ5回ぐらいやったんですね。でその手術の中でもなんかうまくいかなかったりしたんですよ。失敗とまでは言えるのかちょっと微妙なんですけど、まあ、うまくいかないところがあって、まあ今の状態になっているんですよ。で今の状態っていうのは自分は斜視になっちゃったんですよ。左目がちょっとずれてるんです。右目と左目、まあ場所によってはって感じですね。この下目遣い、上目遣い、下目遣いみたいな感じにすれば大丈夫、まっすぐもまだ大丈夫、でも上目遣いにするとこうやって、まあ、ずれていくんですよ。だからちょっと筋肉が硬くなっちゃってるんでしょうね。だからちょっと動きづらくなって二重になってる。で、まあ、見た目の感じも違うし、あと自分から見える感じも違います。上に、まあ、普通に向いてるのであれば問題ないんですけど、ちょっと上に向いてくるともうこの状態、この状態であると二重になってるんですよ。まあそんな感じになってて、そのまあ自分そちらから見る見た目と自分から見る見た目も違っちゃってるっていう感じの後遺症というか、まあ感じがありますね。もう一つは、ここら辺もうずっと麻酔かかってるみたいな感じになってます。歯医者みたいな、歯医者さんに行って帰り状態、うわ何にも感じないみたいな感じがここら辺周辺にありますっていうことと、あとはむくむというか、水分が溜まりがちになるんですよ。こっちが腫れぼったい感じになってます。でその3つの要素を組み合わせて、すごく自分としてはもう嫌な感じなんですよ。もうコンプレックスになるぐらいですよ。この怪我をしてからね、自分31歳の時だったんですよ。で31歳の時ってなんかちょっとキックボクシングに対してのモチベーションが少し落ちてたんですね。で、まあ、この怪我をきっかけになぜか反骨心みたいなのが湧いてきたんですよ。いやちょっとこれ復活してやらねばならんみたいな感じで、これで、まあ、自分はモチベーション高く、まあ、少しずつですけど、まあ、頑張ってこれたという感じで、今はその当初よりも自分は強くなってると思っているので、まあ、それがあったおかげでね、その怪我があったおかげ、すごい自分の中で大きな怪我 があったおかげでこのモチベーションが発生できているということだと思っているので、むちゃくちゃ、まあ、今としてはねポジティブに解釈できていると、まあ、感謝していると、感謝とまではいかないけどね、まあ感謝みたいなもんかという感じになってるんですよ。うん、だから何が言いたいのかっつったら、まあ、このね、もう顔が崩れてすごく嫌な感じになっちゃいました。顔が崩れてるし、もう見た目のね機能もちょっと落ちてる感じもあるし、すごく嫌な感じになっちゃってるのにもかかわらず、なんでやってんのかっつったら、簡単じゃないですか。キックボクシングが好きだからですよ。キックボクシングがそれだけ好きなんですよ。すごく嫌でトラウマになりそうで、もうコンプレックスになりそうで、すごく嫌だったのにもかかわらずキックボクシングをもっと楽しいみたいな感じになってますから、だからね、それに気づかせてくれたっていう感じなんですけど、それがメリットです。うん、ちょっと長くなったんですけどね、経緯を話したから長くなっちゃったんですけど、とにかく嫌なことがあったにもかかわらずキックボクシングを続けているっていうことは、これの
怪我のおかげでキックボクシングのメリットというのが自分が本当に好きだということが分かったので、それがメリット、それが全然大きかったから今やっていると。質問者さんというかね、コメントをくれた方にへの質問はこんな感じになります。まあ自分もちょっとこのね左側の感じですね、まあ気になってる方もいそうな感じがあったので喋りたかったんで、それをね、質問とこの動画にさせてもらったという感じです。はい、ということで、今日は終わりです。ありがとうございました。